ゲーム性も連チャン性も活火山級の大噴火マシン、マックスアライドボルキャニック V25。 懐かしの4号機時代を当時のエピソードを交えて振り返る俺たちの4号機。今回もベテランライターのアニカツさんをプレゼンテーターにお迎えしお届けしたいと思います。アニカツさん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今回も、歴史に名を刻む懐かしのパチロ4号機を振り返ってみたいと思います。面白いと思ったらチャンネル登録、そして、高評価ボタンをポチッとお願いいたします。早速ですが今回は、はい、今は亡き伝説のメーカー、マックスアライド社が、1998年秋にリリースしたボルキャニック V25 をご紹介したいと思います。本作に、関する皆様の、当時の思い出エピソードございましたら、どしどしコメント欄の方にお願いいたします。本題に入る前に伝説のメーカーマックスアライドについて簡単におさらいをお願いします。はい、同社はですね、もともとマックス商事あるいはマックス製作所という会社名で、1970年代多分初頭ですかね、大阪市は生野区に創業し、アミューズメント、当時70年代ですからね、ゲームセンター、ゲームコーナーっていうんですか、はい、向けに、海外、具体的に言うとアメリカなんですけども、輸入したスロットマシンの、販売やリース、メンテナンスなどを行っていたんですが、そこで得たノウハウをもとに1977年、昭和50年、私小学生6年生でした、はい、小学6年生でした、はい、なんと2年もの歳月をかけて開発した史上初となる、風営法認定スロットマシンジェミニを開発リリースしました。これで景品交換が可能な、スロットマシン、パチンコ店に、併設、場所によってはダメだったんですけども、その後も同社は、数々のマシンを精力的にリリースし、パチスロ黎明期において業界を大きくリードします。ところがなんと残念なことにね、タッグを組んでいた、他メーカーの不祥事の煽りを受けて、責任を取る形で二次電機を脱退、メーカーとしての、活動を停止させてしまったんですね。でしばらくは、遊撃ディーラー反社として活動していたのですが、4号機時代に入って心機一転、社名をマックスアライドに改め、メーカーとして業界に復帰、伝説の、球界三冠王をモチーフにしたその名もトリプルクラウンシリーズをリリースします。トリプルクラウンといえば今も沖縄で大人気のマシンですよね。そうなんですよね、今はですね、他メーカーさんがね、ブランドを受け継いでおりますが、沖縄でスロットといえばトリクラーサーというね、流れを作ったのがもうマックスアライド社なんですね。で本土向けにはね、その後ビリヤードをモチーフにしたハツラー、セブンボールを筆頭に、精力的にね、続々と新作をリリースするんですが、どういうわけかね、いずれのマシンも市場に出た時にはね、どっかのチューナーさんたちによってチューンアップされた形で市場に流通するという感じでございました、はい、ということは今回ご紹介してくださるボルキャニック V25 も例外なく、ね、それについては後ほど話には順番注文がございますので、ゆっくりとね、こってりとお話させていただきますので。わかりました。では基本仕様のご説明からお願いします。はい、仕様に関してはですね、それまでの同社のマシンと同様に非常にオーソドックスな A タイプとなっておりました。スペックについても同様で、低設定から中間設定は極端なビッグ変更型、そして高設定は連続性を重視した、確率設計となっております。最高設定6で 105.9% って機械割りが少々辛いように思えるのですが。そうですよね、後で説明しますけども、これにはちゃんとした理由がございます、もちろん。はい、わかりました。ではゲーム上のセールスポイントなどをお願いします。そうですね、何をさておき、機種名にちなんだ火山
大噴火風のチャンス予告演出ですね。まずレバーを叩くとね、窓枠上にこうあるつぶつぶのランプがこうブルッとこう、ね、左右でブルッと動くんですね、こうやって抽選機のように。で一つ時にこのね溶岩のねこう模様ついてるんですよ、この縁にね。そこで止まれば第一段階クリアです。で続いて第一リールを止めて、この、ね、火山のあの絵のところがこうチカ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 ッとこう点滅を始め、第二リール止めてなんかこうブフフッとかってなると、まあそこまで行くとだいぶ、熱いっていう感じなんですね、もう見た目通り。で最終的に、ね、第3リール止めてブッブッブワーンってね、大爆発大噴火すればボーナス確定という流れでございます。なるほど、一連の遊戯動作とシンクロして段階的に期待感を煽ってくれるのですか。となると停止デメとの絡みも重要となってきそうですね。おっしゃる通りでございます。本作はご覧の通り壺を得たデメが程よく搭載されており、演出との絡みでゲームを、ね、熱く熱く盛り上げてくれました。まあなんといってもね、この左リールの、1リール確定面三連火山、これね透明でね見たらね、うんこみたいに見て三連うんことか言われてましたけどね、はい、当時は。まあとにかくインパクト絶大で、最高でしたね。先ほどの絡めな機械割りの件ですが、やはり何かを上乗せすることをあらかじめ想定していたのでしょうか。まあ何かですね、まあそれはさておきなんです実は。本作ね、なんとマックス社の、マシンとしては珍しく技術介入性が非常に高かったんですね。まあとりわけビッグ中のリプレイ外し、これね、なんと当時のまあ実戦上の値なんですけども、対適当打ち比でプラス50枚というね、非常に破壊的な効果が期待できました。プラス50枚、それはすごいですね。効果が破壊的なだけに、やはり手順の方も相応に難易度が、そうですね、ボーナスイン転廃した場合ね、上段受けの場合は要ビタ押しだったんですけども、それ以外は例の三連運、失礼しました、三連火山をね狙えばよかったので、まあ大量獲得の肝となる、2種類の15枚役の取りこぼしにさえ気をつけていれば、さほど難しいものでもございませんでした。通常時の子役狙いはいかがだったでしょうか。はい、これもね、まあ、当時のあくまで実践値なんですけども、ご覧の通りまずまずの効果が、ありました。まあ、取りこぼしの生じるチェリーや15枚薬は出現率が低いので、まあ毎回狙うのはねちょっとね骨が折れましたけどね。ありがとうございます。では実際にホールで見せた挙動について紹介お願いします。冒頭でおっしゃっていた通り、歴代の同社のマシンはいずれも裏物化したということなんですが、はい、こちらがですね、導入直後に都内のホールで採取された、実践データサンプルなんですけども、10万両のね大勝ちを収めたデータ3、これね随所でねもう速攻連打が、頻発するのを、これはまさかもしや初っ端からっていう感じでね思わせるものがあったんですけども、この時のサンプルね鳴らしてみるとね、50ゲーム以内のボーナス出現率、28.9%、まあ、100ゲーム以内に範囲を拡大してみるとね5割にも満たない、ね、結果となったんです。いわゆる導入直後の高設定ゆえのという、はい、ところがですね、ほどなく、やっぱりね全国各地から、ね、ぼっかんぼっかん爆裂してますという情報がね相次いで編集部に寄せられました。で中にはなんとビッグ61回、1万8000枚の猛爆を目撃しちゃいましたっていうね情報があって、まあその情報があったホールに赴いてデータを、採取しました。ね、残念ながら情報にあったような、ね、猛爆は体験することも、目撃することもなかったんですが、まあ出方としてはパル工業のバンバンバージョンや大東音響の状態もののような、まあ、緩急織り交ぜての大連チャン、
長い連チャンですねを確認することができました。まあ、その時の実戦での連チャン率は、まあ、50ゲーム以内が 38.7%、はい、100ゲーム以内が、56.7%、まあ、連チャンが、ね、あの広範囲にわたって、まあ、速攻型よりも、ね、広範囲に、ね、2桁後半とか、ね、広範囲にわたって発生していることを証明する結果となりました。裏物につきものの連チャンの帳尻合わせ、すなわち子役カットについてはいかがだったでしょうか。そうですね、この他 の、ね、あの実践で採取したサンプルも含めて、あの通常時の子役がカットされている様子は、一応確認されませんでした。データは残ってないんですけどもね、ビッグ中も同様で、これはね嬉しいことでリプレイ外しバリバリに聞いたんですよね。なんだか今一つ決め手にかける感じですね。そうですよね、バンバンっぽいな、状態っぽいなって言えばそうなんですけど、ちょっとやっぱりね、あの長寿男性の公約カットがないっていうのはね、ちょっとなんか決め手にかけるというか、だいぶモヤモヤした感じでした。まあそれでもね、各地からね、もうひっきりなしにもうこんな感じでボッカンボッカン爆裂してます、大噴火してますっていう感じで情報がね後を絶たず、まあ、あの我々もいろんな店に赴いて、とにかくサンプルを集めて、これは状態ものに違いないだろうっていうね結論に到達しました。まあサンプルを重ねてトータルのボーナス出現率が、あの設定1の近日なのに、ね、50ゲーム内および100ゲーム内の連チャン率がね、あの設定6を上回ってるという、これはねどう考えてもちょっとおかしい、もうこれはやっぱり黒以外の何者でもないという結論に達しました。ちなみにアニカスさんは当時このバージョンは打っていましたか。まあ、猛烈に気になってはいましたよやっぱり。まあでもね、ちょうどこの頃ね、やっぱりねキングアルフ、リズムボーイズといった大東音響の状態もの、まあ、こっちがね、目的にというか真っ端的にもあのブームになっていたんで、そっちばっかり打ってましたね。まともにね腰を据えて打ったのは91時間バトルの時くらいですかね。これねすごいことになったんですよ、はい、連日大噴火しまくり、あるいは逆にものすごく負けたとか、はい、まあ、とりあえずね初日から順番に見ていきましょうかね。まず初日、担当ウイチ君です。はい、あのバトの初日ってね、まあ、前日下見はしたりするかもしれないんですけど、まあ、基本的に蓄積されたデータもなく、お店の癖もわからない、だから行き当たりばったり、いわゆるかませんような感じですね。だから負けることが多いんですけども、なんと序盤から連チャン炸裂で、見事プラス、5万1000の快勝ですね。やりました初っ端から。で続いて2日目、この時がね、バト初参戦となる当時、新人、もう30過ぎてたのに新人のもどうかと思って、ヒゲ園長さんです。はい、今どちらにいらっしゃるか分かんないですけども、ね、ボルキャニック苦手なんですよっておっしゃってたんですけどね、まあ、おっしゃる通りは終盤に状態に入るんだけども、健闘むなしく1万9000の負けとなりました。でもね結果的に言うと、今回この時のバトルで負けたのはこの、ね、2日目のヒゲ園長さんだけということになりました。3日目の、リトルさん、はい、高設定をゲットしたらしく、この日イベントだったらしいんですね。ハマり知らずに初当たりと連打を重ねて、なんとプラス8万円の対象でございます。はい、で続く4日目の、コハさん、はい、同様に高設定をゲットし、かつモノ本状態炸裂でプラス7万8000。すっげーな、このリトルとこのコハのショッカーコンビでなんとプラス、15万8000ですか。いいねこれね。そして5日目ガルーダ君でございます。中盤でなんと1000ゲーム超の大幅り、もう普通ここでさ、もうああやられちゃったって思うんです。なんとその後うまいことね、もう逆転に次ぐ逆転大爆発で、なんとプラス7万1000です。すっげーな、勝ってんなこれ。で6日目、木村君でございます、ね、例の番組ではねもう負けっぱなんですけど、なんと5万円ザクの解消、やればできるじゃんね、というか昔強かったんですよ本当バトルでは。はい、まあそんな感じで連日にわたって勝利を重ねた結果、なんと1週間トータルでプラス314,500円、当時の91バト史上歴代2位の爆裂大勝利となりました。わしゃいわしゃい。ちょっと待ってください、最終日であるアニカツさんの結果を忘れてますよ。ああもういいじゃないですか、ご覧の通り
あまりね大きくはまることもなく、サリットって激しく連チャンすることもなく、4000円のしょぼ勝ちに終わりました。これねひょっとしたら自分の代だけノーマルだったんじゃないかと勘ぐってしまうような、もう最後の最後でねしょっぽい一日をね送る羽目になってしまいました。そんなわけで今回ボルキャニック V25 編以上でございます。ありがとうございました。そんなわけで今回の俺たちの4号機は、今は亡き伝説のメーカーマックス・アライドが1998年秋にリリースしたボルキャニック V25 をご紹介しました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の俺たちの4号機もご期待ください。さようなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。他の動画も見てくださいね。バイバイ。